色に染まる女たちよ、黄色に染まる女たちよ、どうしたらそんな風に輝けるのだ。太陽を腹の中に隠し持っているのか。皮膚から透けてもう金色に近い。エスパーニャ、マドリッド、バルセロナ。生まれながらに太陽から祝福を受けた女たちよ。男たちがしゃべるラテン語はすべて太陽の女たちを照らすために生まれた。だからあんなに舌の上を心地よくリズミカルに滑り、皮膚をくすぐるのだ。この国では太陽は夜、女たちの腹に沈む。石壁の街灯に現れる女たちの肌がひどくまぶしいのはこのためだ。フラメンコ、手拍子、アコーディオン。男たちは闘牛、赤い女に角を立てる代わりにブラーボ叫ぶのだ。教えよう、この場合、一皿の闘牛の目玉の方が女を喜ばせる。そっと椅子の上に置いて女が座れば、ソルの出産の始まり。で、アマネセー。これがこの国の夜明け。女たちよ、美しき太陽の母たちよ、いつまでもその肌の滑らかであることを、いつまでもその腹からソルを生み続けることを。男が死んだ。子宮がうずく。参道を通る地下鉄。地下鉄日比谷線神谷町。永遠に生まれることのない地下鉄。男たちが戦えば戦うほど、勝利を手に入れようとすればするほど、それは息子たちへの憧れであり、娘たちへの渇望である。一本の機関銃と一人の男、ペニスを銃に持ち替えて、生と信じる方向へまっすぐにぶっ放つ。男が銃を磨くように、女は毎晩化粧をする。男が銃に弾を入れるように、女は氷を体にすり込むのだ。乳房から引き離された男はあまりに孤独である。空腹である。死んだ別の男のための涙を永遠に膨らむことのない腹に詰め込んで、羊水の代わりに目から流すのである。またこれは非常に皮肉な話であるが、戦場は理想であった。アメリカであった。黒も白も木もみんな自由のために一緒になって血を流していた。神に向かって突き立てたペニスを女に突っ込む代わりに、赤黒のイスラームの心臓に突っ込んでいた。このように女の肌から引き離された男はあまりに悲惨である。あまりに渇望である。あまりに自由である。これが戦争の正体なのだ。